少な今日少ななんだこれ、なんだこれ、みんなお休みか。お休みねえぞ、うちはねえよ。まあ、夏休みじゃない、夏休みたまにはね、たまにはね。はい、今日ちょっとまあね、この3人しかちょっといないんで、いないんでね、今日ね、なんか企画考えてたんですけど、実はまあ決まらずに、うん、本当申し訳ないです、決まらずに考える努力はしたってことだよね。そう、うんうん、考える努力はしたんですけどね、頭使ったけど、頭使ったんですけど、うん、でも今日ね、フリー形式、フリー、ね、湘南帰り、湘南帰り、あのいつも湘南帰り焼けてるっしょ、焼けてるっしょ、ね、湘南帰りの僕がねお送りするね、はい、座談会っていうね、座談会しましょう。まあ、もちろん、ね、視聴者の皆さんもあの僕らになんか質問とかなんかあったらコメントを、ま、見ながら絡めながらやってると思うんで、いつもあんま拾えない時もありますからね。今日はもうバンバンコメント拾うんで、あの本当、はいはい、テーマが、ね、座談会なんで、ね、寂しがってたみんな参加型的なね、そう3人で注視見ていくんで、うん、まあ、もうみんなが MC みたいな感じだから、うん、ね、あの僕らいじるのも OK だし、僕らいじるのも OK だし、みんなが MC って MC が言い出したからね。まあまあ、ここにいる3人に、ね、ずっとここ出てる僕ら3人に、うん、なんか質問とかあったらあのコメントかけよう、ね、コメント欄に送ってくれたらなって思うんでお願いします。本日はコメントと絡む日って感じでね、イエス、いい、ね、視聴者と絡もう、ね、絡もうね、そういうテーマで振ればよかったですね。ちょっとヘラップね、ちょっとね、出てないんだけど、参加型みたいなね、フリートークなんで、いきましょう、いきましょう、行きましょうか。僕と女性逆でしたね、それはね。コースです。あれじゃない？あ、そうそう。コース。私、俺こっちの順で、俺糸の順だから。糸の順。俺糸の順。今日4人か。俺も入れて4人なんだけどね、ちょっとクルーズの順くんなんで、わかんない。お盆ですからね。お盆なんで。はい、海行った？これで早速来まして海行った、海ね、今年行ってないんだよね、ねそう行ったら楽しい、行かなきゃ海焼けないっしょ、焼けやすいしょ、グラサン越しで黒いからね、もともとあのほら色黒、もともとね、ほらほらパキスタン人みたいな、俺らの間中で聞きたいことない、うん、逆に今だから言えるけど、うん、謎みたいなのあるでしょ、お互いにまだ知らないこういう部分みたいな、そう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 、俺あるのが、コタロウさん、お笑い芸人やってるじゃないですか。はい、芸人やってますね。やってるので、うん、え、ぶっちゃけ売れてんすか？お笑いで、お笑いで、芸人としてホストとしてもちろんあるけど、うんうんうん、もう一個ふのね、あのお笑いとしての本職の方で仕事はどんな感じかってことですよね。一応僕が今出てるライブっていうのが大体、まあ、安いと本当に無料のライブから出してたり、うん、ボランティアみたいな感じ、無料のライブの場合は本当フリーの芸人とか所属してなんか数年目までの若手の芸人が自分からエントリーして、あの1000円とか1500円払ってライブ出たりすることがあるんです。参加費払う？そうなんですよ、無料のライブの場合そうやってあのライブ運営のために場所を借りる代として、まあ、自分で1000円1500円払うっていうのがまずの、まあ、そういう場合はもちろん自分はマイナスですけどもやっぱり機会としてファンを得たりとか芸を磨くとかそういう意味で、まあ、出てくる。俺なんか蝶野にビンタしたら金もらえるけど、蝶野にビンタされて金もらえるけど、蝶野にビンタされて金もらえる、蝶野にビンタなかなかできなくない、あれなんて怖くない、うん、そうっすよね、絶対言えないからね、まず絶対ここガシって捕まった瞬間にってなる、こんだけこんなゴリゴリ な、こんなゴリゴリな俺でも多分ガシって捕まるでしょそこの黒人さんとかでもなるでしょ、ヘイブラザーって感じが悪いとうううってなるからね、お父さんみたいな、お父さんエリーさんの場合絶対歌舞伎町とかそんな認めて、そんな見た目ってね、そんな見た目って、ね、これ多分外見だけだからね、俺温厚だからね、温厚ですよね、どこの、どこの国のサッカー選手なんですかサッカー感俺サッカー選手、俺あの昔、まあ、実はこれ話すの長いんですけど、いろいろあだ名がありまして、過去のあだ名、過去のあだ名、あ、最近ね、そうね、まあカルロスだとかね、うん、カルロスだとかカルロスリベラとか、うん、マイケルとかなんかいろんなあだ名がありまして、野球選手かサッカー選手の名前が一番多くて、うんうん、メジャーなね、いろんな人でやってたサッカーじゃなくて野球やってたんですよ、そうなんですか、はい、実は、野球やってて、野球選手の名前なら分かるんですけど、なんか知らないけど野球部 その先輩たちまでサッカー選手の名前で呼んでくる、野球部からももう越しちゃってね、そう、球技の枠を、顔がサッカー顔なんですかね、サッカー顔なんで、サッカー顔ってなんだよ、で人が一回言われたのがロナウジーニョとか言われました、ジーニョさんっぽいね、いいじゃんいいじゃん、ジーニョさん最高に上手いですから、あんなになんか歯出てないあんなみたいにロアの顔してない、髪がこうやって結んでね、そうそうそう、もっとだったらクリスティアーノ・ロナウドぐらいなこと言ってほしかったんですよね、
最強の人サッカー界のクリロナ、クリロナみたいに言ってほしかったんですよね。クリロナみたいに、サッカー部っぽい、サッカー部っぽい色でしょそれ、多分色で言ってるでしょ、色かな、多分花焼け、うん、花焼け。芸人の名前別ですよ、ホタローは。暫定アランでございます。暫定アランね、ツイッターでコタローでも出てくる。暫定アランって名前、そう、暫定アランっていう、暫定アラン、そう、漢字で暫定、今のところっていう暫定チャンピオンとかそういうやつあるじゃないですか、あの暫定をずっと背負ってるんですよね、もうね。もう2年目になってるんですけど、ちょっと何言ってるか、ずっと暫定だ。38番、エリーとコンビ組もう。あ、俺とコンビ組んだらどうなるんですか。歌うしかない、歌うしかないですよ。エリーとコンビ組んだら歌うしかない。こちらはあのデュエットホストで、この新人、うん、ホストね、このここの出てる僕らはこのデュエット組なんで、新人枠、お笑い芸人じゃない、そう、歌枠、歌担当で、うん、やっていきましょう。歌うま、歌うま、新人枠の歌の2人みたいな、うん、歌の2人なんで、はい、歌の2人ね。え、お笑いの時はどういう立ち位置なんですか、うん、お笑いの時はまあピンでやらせていただいてまして、ツッコミなの、サルガン席的なねって、まあ、コンビがいる時はどっちかっていうと僕はツッコミがしたいんですけど、うんうん、まあ、ピンの時はコントのピンでやってて、まあ、あの狩野英孝さんみたいな一個話があるところを一人でこう誰かと会話してる図をね、そう、あのラーメンつけ僕イケメンってフレーズじゃなくて、なんかちょっとした変な空気のコントをするみたいなね。じゃあそんな、そんなちょっと、そうそうそう、違う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 、おい MC、 そんなネタまで MC 3分使うやつやらねえよ、おい、絶対やらねえよ。本田小太郎さんの一発ネタまで3321、一発ネタ、ミュージカルギャグ、酔っ払い、あー酔っ払ってしまった、酔っ払ってしまったけど家に帰らなくてならない、なぜなら私はミュージカル役者だから、酔っ払って家に帰らなきゃいけないけれど、パドブレのステップが止まらない、はいはい、パドブレのステップでした。カノナイコと同じ匂いがするやめてね、オッケーオッケー、手出さないでね、変な子に、わかるわかる、大丈夫あのネタ、あれ歌わなきゃいけないですよ、男子、女子いいって歌うんだよ、切なさを兼ね備えたね、違う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 人のやつをネットでね、やらないっていう、マキセ感強い、マセキさん、マセキ芸能っていう事務所があって、ほうほうほう、あの、狩野英孝さんが、まあ、マセキ芸能なんですよ、か、誰、 あと、あの、三四郎さんとか、あ、あの、小宮だ、あ、そうそ う, そう小宮だとか、マセキ所属しよう、うっちゃんなんちゃん、あ、すごい、マセキ所属しよう、マセキを動けてたんですよ、一時期、オーディション、マセキはあの養成所から入るんじゃなくて、オーディションを受けて、オーディションに受かると毎回10組ずつライブに出れて、それを何回か出ていくと、あの預かりになる、マセキユースになれる、でユースとしてまた修行中と所属になるっていう、所属まで長いんですよ。あのニッチェって言うじゃないですか、お笑い、ちょっと太ってる、こういう頭ボンってつけてる、あのニッチェさんはあのマセキユースっていう所属の1個前の段階のままテレビ出てたんですよ、あの歌歌う人でしょ、歌った、踊ったりとかなんかね、なんちゃらグランプリとかは出ないの、 R1 だけですね、今年だったら、あのキングオブコントと M1 は今年はエントリーしてないんで、 R1 だけ、冬からね、さっきから今年、あれ誰でもできんの、あれ誰でもできんの、すごい、あのエントリーさえすれば誰でもできて、一応そのアマチュアフリー所属の事務所っていう書く欄が1個あるんで、まあ僕だったらフリーで書くんですけど、誰でも行けたら、あのアマチュアで出る、小太郎もこの間エンタ出てたよ、出てないよ、エンタ早そうって言われるけどエンタ出てないよもうしかもエンタやってないから ね, そうだね、やってないからね、特番でしかやってないからね、たまに特番で年末とかにやるぐらいで ねでもエンタはほんとフレーズが強ければ出て、結構エンタ好きだったね、世代流行るよね、すごいね、世代だね、エンタ世代、エンタの神様に出てる、うん、出てたその芸人さんで好きな芸人さんとかいます、好きな芸人さん、エンタはね、まあ、でも狩野英孝さんエンタ、ね、エンタでとか芋洗い坂好きだ、芋洗い坂係長なんですね、そう踊ってましたね俺ダブロックとか、あー、いいね、いいね、確かに、もしかしてだけど、ちょっと外人に受けやすいのかな、ダブロックさんね、いやいやいや、歌ネタが好き、歌ネタ好き、なるほどね、外人だっけ、うんうん、外人だけど、うん、歌ネタ好き、うん、あと誰だろう、やっぱり乾ひろしとかその辺が歌ネタの人、乾ひろしって呼ぶ呼び方高橋さんねこの辺、この辺で見かけた、その辺で見かけた、その辺にいるよ、歌舞伎町も、まあ、いるでしょうね、いるよ、こんな狭い町だもん、ね、広くないよ、この大体どのホストも歌舞伎町あるから見つけれるからね、歌舞伎町1丁目と2丁目ぐらいしかない、ね、そう、俺と純くんなんてしょっちゅう会ってるよ、やばいよ、めっちゃ会ってる、よく見るもん、ゴジラ前とかにすごいいるしだからね、店近辺にね、もう遭遇する率が高い、僕の縄張りなんですよ、あそこ絶対ナイトチューブ終わって、ナイトチューブ終わって方向が一緒だから店まで行くじゃないですか、
で出て店に出勤してコンビニに行って帰ると絶対すれ違うみたいな。チャスみたいな。チャス、あ、さっきのチャスで。チャスで。結構まあまあ遭遇するし、最近クルーズのジュン君ともやっぱ入ってる店の建物が同じだから。あ、そうなの。ちょいちょい会う。うん。今日ちょっといないけどね。確かに。いないですもんね。有名ホストも割とねすぐ分かりますよね。この前、うん、ホストの神。ホストの神、僕レジェンドの僕です。ちょ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 、バリバリに合ってる。街中で、うん、龍馬様に会ってしまった。あらまあ、じゃあ龍馬様に。でもぶっちゃけ言っていいことあるよね。気づく、気づくもんなの。気づく、どう気づいた、何してんの。なんか普通に、うん、携帯をいじりながら歩いてて、トコ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 歩いてて、切ないなこれな。龍馬様、もともとちょっと面識があって龍馬さん。で、お疲れ様ですボソッと言う外人にお疲れ様ですって言われる感じ で最初ちょっと気づいてなくて、うん、あーみたいな感じで、おちょっと会話一往復で落ちてる。落ちたね。いや、あの人はずるい、うん、ずるい。男でも惚れちゃう。男でも惚れちゃうね。エリーは36歳、26だよ。あ、誰と36だ。デュールの1年龍馬さんですよね。デュールの1年龍馬さん、ホストの神と言われてる、ね、デュールの1年龍馬さん。そうなんですね。はい。誰かいます、あの街中で、うん、例えばその今から揺れてる有名なホストさんだったりする。ホストじゃないんですけど、新宿歌舞伎町ってお笑いの劇場めちゃくちゃ多いんですよ。あ、ルミネとかからね。あのルミネが、まあ、新宿東口にあるところから始まって、うんうんうん、まあ、あの松竹の芸能の、うん、持ってる事務所 の、うんうんうん、あの劇場で門座っていうのが、まあ、東口のちょっと出たところにあったりとか、おうおう、西武新宿沿いに3つお笑い劇場とかバティオスとか、うんうんうん、あのバッシュとかナフーとかなんか並んでるんですよ。だから、まあ、ハイジャーとかもあるんですけど、劇場めっちゃあって、なるほど、あの辺歩いてると若手の芸人もめっちゃ歩いてるんですよ。だから僕がゴジラ前でこうなんか携帯いじってボート歩いてたら、お笑いの先輩からも突然おいみたいな感じで声かけられる。アンテナ張ると大体もみんなすごいいるっていう。芸人の卵みたいな人が多い。卵とかそう、ちょっとテレビ出てる人とかそのぐらいだったらもう全然新宿でコンビニとかに。吉本もあるんですか、歌舞伎町。吉本、あの、まあ、歌舞伎町っていうかルミネの方が吉本。だから育成所なんや、近くに。あ、そうだ、吉本の本社が歌舞伎町のテルマエの前にある。え、そうだよね、あるよね。小学校改装してるところが本社で、ね、あるもんね。そうです。あそこら辺も全然あったことないですよね。あの、メシ屋とか結構いますよ、芸人。そうなの。あの、全然わかんないんで。ひばり寿司とか全然いるもん、マセキの芸人さんとか。なんだっけな、あ、そうなの。トレンディ、この前うちのマネージャーが、うん、どっかラーメン屋かなんか行った時に、うんうん、トレンディのあの、たかし、あ、たかしさん、ハゲの方、そう、あって両ハゲかトレンディユーチューブのハゲの方って言ったけど、どっちもハゲだからね。ツーショットで写真撮ってて、うんうん、それをなんか LINE のグループのグループの LINE に上げてきて、うんうん、自慢だ、2万人みたいな感じ、どこにいたんですかみたいな、そのラーメン屋の名前書いてあって、よく行ってるらしくて、そこに行けばたかしに遭遇する率高い。そうなんですよね、そういうのあるからね、本当に。逆に会いたい人いないですか。会いたい人、芸人で、まあ、なんか有名人でも誰でもいいけど、会いたい人、誰だろうな、まあ、ジョニー・デップとかそういうのですかね。いやあ、でも急にハードル高っ。2ヶ月前ぐらいに結構有名なところの、はい、ちょっとハリウッド女優と、うん、まあ、女優っていうかハリウッドの、まあ、まあ、歌手の人と会ったっすよ。地名で、ボディーガードのバイトとかじゃない？いや、あのゴジラ前で。ゴジラ前で。そう。ボディーガードのバイトじゃない。その話はじゃあ CM の後で。
っき僕がね、ちょっと言ったにあの、うん、話なんですけど、もうコメント欄に書かれてるね、うん、あ、本当だ、あのザジーがいたっていうコメント、こっちじゃないか、あの、この間カニエウエストに会ったよって、カニエウエスト言ってたと思った、そう、ちなみに僕、うん、そのカニエウエストとジェニファー・ロペスが一緒に、うん、新宿のあるクラブでイベントをしてて、うん、その帰りに遭遇したんですよ、あやまで、うん、まあ、慌てて携帯だし、まあ、写真を撮り、ムービーを撮り、盗撮じゃん、いや、みんな撮ってるから、ああ、いっかみたいな、これもちょっとデタにしてやろうと思って撮って、うん、で結構あの、お忍びでハリウッドスターも歌舞伎町に来てるっていう、あ、いるもんなんだよね、知った、まあ、東京来たら歌舞伎町とか六本木とかだもんね、そう、遊ぶとかしたらね、まあ、こんな身近に、うん、身近で会えるなんか繁華街で、まあ、確かすごいなって思うけど、うん、ただね、気になったのはね、ジェニファー・ロペス、ブラジャーつけてなかった、いや、誘ってくださいよ、それだけは。どこに食いついてる、ジェニファー・ロペスじゃなくて、ローブラに食いつくの、最初気づいてなくて、たまたまグループの、うん、まあ、後輩が一緒にいて、うん、後輩が先に発見したんですよ、あの人ノーブラだっつって、あーみたいな、ノーブラだと思ったジェニファー・ロペスの前に、うん、ジェニロペだって言って、あ、ジェニロペだ、マジマジマジって、うん、速攻ダッシュして、ジェニロペって略すの、え、ジェニロペ、ジェニロペって略すの、ペネロペ、ペネロペみたいなね、ジェニロペ、ジェニファー・ロペスがノーブラだったらしい、だからなんか歩いてる時になんかツンってしてるらしい、うん、ツンってしてた、あ、ツンしてた、そう、ちょっと俺携帯の中にその写真と、まあ、動画が入ってるんですけど、写真だと分かりづらいですけど、動画だとバリ分かる、バリ分かるんだよ、あ、もうエロビデオだもん、そしたらね、エロビデオじゃないパパラッチやん、ほんとにね、これね、いや、なんかオチとか、なんかね、乳首だけだったからね、今ねすごいの、なんか屈強な、なんかボディーガードじゃないんだけど、うん、もう黒人さんがスーツ着てるやつらじゃないけど、うん、わっさーってなんか人がかりがなんかこう動くから、うんうん、なんだろうなんだろう、ちょっと間からなんか見たら、え、ちょっと待って、うん、ジェニファー・ロペスみたいなね、どんどん声ちっちゃくなってくれどんどん声ちっちゃくなってくれ、周りのボディーガードさんがノーブラの話がいるから、ノーブラがないから食いついてないから、もうね、ジェニファー・ロペスに関して興味ない感じがすごい、ノーブラ、あ、じゃあ次こうするちょっと準備誘う、あ、ノーブラのジュンさん、すいません、ノーブラの、ノーブラのクルーズのジュンさんが、遅刻しました、クルーズジュンさんがノーブラで話の流れ全然見えないけど、ね、ノーブラでね、ノーブラで来てるからね、ノーブラで直通してるからね、俺ボディーガードか、まあ、よく言われるんですけどさ、ボディーガードじゃない、おお、じゃない、決めます、今日、あ、ちなみに今日、あの、フリートークです、あ、フリートーク、はい、フリートーク、お題なしで、リスナーからね、質問とか、そう、なんか質問とか、あ、そうなんだ、そう、さっきずっとあれなんだけど、リスナーさんなんかうちらに質問ってありますか、さっき質問らしいの見てたら、ザジー知ってるぐらいしかないっていうね、そうそうそう、ザジー知ってるって知ってるよ、全然ね、金髪で目立つからね、原宿でも見てみよう、昨日クルーズ行ったバンバン、うん、コメントどんどん拾っていくんで、今クルーズ行ったから今後悔してるよ、多分きっと、え、なんでなんでやねん、なんでやねん、後悔してる、昨日ね、俺のお客さんもクルーズ行ったの、そっか、俺のお客さんもクルーズ行った、特定できちゃうじゃん、ね、本当だよ、そう、2人組言うなよ、そういうのはそういうの言っちゃダメだよ、やばいわ、あんまり良くないよ、今日ちょっとコメント見るとね、見てないんだね、あ、本当に、そう、あの、いつものエスカルゴの人たち来てないから、うん、あ、本当にもしかして見てないんだ、コメントしてないけど見てる可能性あるからね、まあ、やめてサイレント全然守ってる、今日参加してない、ね、リードオンリーメンバーしてるからね、モグリン、モグリンいるよ、ね、トム・クルーズしてたの、トム・クルーズ、トム・クルーズしてたの、トム・クルーズしてたってなんで、あ、クルーズのね、クルーズのね、トム・クルーズ、ね、トム・クルーズ、一番左何人？左どれ？左？一番左？俺？エリさん？まあ、そうだ、あの、エリさんは左と右分かんないからさ、ちょっとあんまりその左とか顔がライト、レフトで、ライト、レフトでって言うんないと、ライト、ライト、レフト、まあ、画面的には僕、レフトって言ったら、僕ね、僕何人、うん、日本人だよ、日本人、完全日本人だ、完全生まれ日本なんで、あ、そうなんだ、先祖とかにいるとかはあるんですか、その、じいちゃんばあちゃんぐらいに外人がいるみたいな、まあ、あの、お母親の、うん、母親がもう完璧外人なんで、そうなんですね、あ、国籍が日本で千葉ハーフってことだ、そうです、なるほどなるほど、で、うん、向こうにもおじいちゃんおばあちゃん、あ、なるほどなるほど、うん、じゃあ血は入ってるんですね、その外国のね、なかなかった外国っぽすぎる純ジャパンじゃなくてね、生まれない、だから大記録ですけど、なるほどね、はい、芸能人でなりたい顔は、なりたい顔、なりたい顔、これ山田孝之だね、あー、方向性全然違くない、全然違うない、山田孝之、山田孝之さんになりたい、あ、眉毛が、今は山田孝之、うんうん、いつの山田孝之、いろんな山田孝之さんやんの、あのあれだね、クローズ、クローズ、あー、セイザーの時の、玉尾くんね、玉尾くんね、チビ舐めんなと、ピンボニ舐めんなと、ピンボニ強いぞ、ピンボニ強いぞ、
の芹沢で、そう、芹沢になりたい。じゃあ俺は吉彦の時の山田貴之。これ山田貴之ですよ。ありがとう、ありがとう、爽やかだからね。動詞、動詞だわ、爽やかだからね。ヒゲがなさすぎる、ありすぎるとちょっとあんまり良くないかな。牛島くん高いとちょっとヒゲあるかなみたいな。じゃあ俺ちょっともっと遡っていいですか。うん、おいつも。ウォーターボーイの時の俺は高雪シリーズ、高雪シリーズ、高雪シリーズで、まあ純さんは、まあ、僕は牛島くん好きで、僕はちょっと戻ってまた戻ってね。今ちょっとそれ絶賛おひげ生やしてるからマスク。ああ、養生中なの。実は、実は芝生と同じシステムで立ち入り禁止なんだよ。立ち入り禁止のマスクだよね。植毛者ばっかりだから。どっからそこまでの、どっからって、どっから持ってきたんですね。もみあげかな、もみあげかな、もみあげかな。まあ山田孝之が、山田孝之絶賛、山田孝之鍛えるね。いや、何かいっすとこれ何かい、え、本当に山田孝之になりたいんですか。なりたい、へぇ、昔からずっと言ってるから。あ、ずっと言ってる、へぇ、キャラ全然違くない。いや、それ憧れなんだから、憧れなんだから、憧れなんだ。寄せてく感じはない、ないないない。なるほど、だって寄せてもなれない。慣れたら寄せるけどね。ヒゲあるとか、あー、似てる、似てるなってよく言われる、その、うん、まあ、有名人言っちゃう。あー、似てる有名人誰だろうね、誰だろうね。エリさんはまあほらほら、俺も名前が主張出てるからね。山本キッドのね、山本キッドもワンチャイわかんないんですよ。なんでそれに似てるのかって言われたら全然わかんない。だから坊主さんに似てそうな感じしないですか、ちょっと。山本キッド、山本キッドでしょ、格闘家のね、指定してる神の子ね、神の子、神の子ね。山本似てるかな、似てるかな。似てると俺は思うんですけどね。どうですか、似てないですか。ちょっとそれ、これね、視聴者の皆さんにはお見せできないんですけど、うんうんうん、残念ながら見られない。給料いくら、給料いくら、給料いくら。俺は3ペリカ。あ、俺4ペソ。あ、ちょ、似てる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 、これ似てる。あー、似てる、やば。お見せできないんですけど、これなんで見せれないんですか。いや、見せると見えなくないですか。あー、でも見えない、ね、光の反射で見えない。あ、これ潜在ですか、ね、ほら、潜在っす。これ、エリーさんの潜在を今ドアアップで見せてくれたんですけど、あの、めっちゃ真顔でこっちこうやって見てるだけの画像なんだけど、そう、まだ入ったばっかりの頃の、うん、まだちょっとトゲが抜けてない感じの僕ね、若干目キラキラしてたけど。山本、元違うからね、あの、元山源、山源じゃない、山源じゃない、なんかラーメン屋みたいだ ね山源ですね、丸源、ラーメン屋だ、ラーメン屋みたい、ね、山本の方だ、ね、小島眠そう、小島眠そう。いや、ちょっと見て、24時間テレビあるんだから、24時間テレビあるんだからね。ランナーになるかもしんないんだからね。ランナーになるかも、ワッタで走るかもしんないから。ちょっとね、コメント、うん、山本カットエラー全部間違ってるね、全部間違ってる、全部間違ってる。山本うざいじゃねえよ、山本うざいじゃねえよ、山本、山本、今日俺 MC なんだよ、うざいじゃねえ。でとりあえず質問に答えていくとして、給料いくらだろうって、うん、俺は4ペソっつって、3ペリカ、3ペリカです、うん、1ルピー、1ルピー、ルピー、さ、300ゴールド、ゴールド、イエーイ。誰が一番高いんだ。4ペソ8円ぐらい、8円、フィリピン、1ルピー。じゃあペリカが一番安いわ。ペリカ本当は円ないから、ね、近いでしょ、近いから、近い、近い、低アイロングループでしょ、センチロリングの掛けぐらい、どうせ20万とかだろ。あ、いいじゃん、今年中にやっておきたいけど、今年中にやっておきたい、これ面白いね、絶対やっておきたいことね。大体ね、1年の初めに言ったことってもう忘れてたりするから。確かにね、いつまで、いつまで新人やってんの、いつまで死んじゃうんですよ、本当にね。確かに卒業したいよね、卒業したいんですよ、ね、1年未満って言いつつ、もう1年過ぎてもここにいる可能性あるからね、全然ね。これ来月1年、来月ちょうど1年、ね、あ、もう1年未満、来月ちょうど1年。おーっと、心の傷をえぐる回だから、ね、えぐられるから、ね、今日はね、今日は、今日うちら、うん、メンヘラになりましょうか、メンヘラ、メンヘラ買いしよっか、メンヘラになりましょう、ちょっといっぱい薬飲んでいい？ OD します？デパス OD して、さっ、さっやる、俺ここ切っていいじゃん、したらね。ここ美意識高いからちょっとここ切らない派だから。じゃあルフィに憧れてるから目のせパキッちゃって目減すぎて、ルフィのこの切ればもうマジやむ、うんって心配してよ、線路を作ろう、減らってんじゃねえよ、はいはい、パキスタンに線路を作ろうプロジェクトでね。あ、優しい、優しい、違うかな、パキスタンもね、もうないんですよ、もう何がないの、パキスタンのコメントがもうないから、うん、パキスタン、国がなくなっちゃったら、国がなくなっちゃったら、国がなくなっちゃったら、本当になくすんだよ。ねえ、はい、実は僕はエスカルゴになったんで、片隅になったんです。山本キッドエスカルゴだそうで、そうなんですよ。あ、でもポジティブにね、いきましょうね、コメントにもありますけど ね、はい、減らってる、減らってるのはね、シャミオさん、シャミオ競争に、ね、シャミオ、あの、ユクドラシルグループの
八代美和さんが社名競争とか、ね、やってる時にいっぱいやりましょうっつってね整形すればいいですかっつって行けばいいですかね。ね、この顔でね、整形したらまずいでしょ。どこいじればいいか分かんないですけどね。分かんないですよ。お顔いじってみたいですかね。いじってみたいかって言われたら別にノリでいじりたいですね。ちょっとね楽しみで、まあスノーみたいなノリでねいじってみたい。あ、鼻ちっちゃくしたい、うん、鼻ちっちゃくしたい、うん、あ俺本当に思ってる。でも鼻こんぐらいが良くないですか、なんか外人枠っていう感じだし。まあ確かにかっこいいしね。ここにヒアルロン酸、ヒアルロン酸入れたい。リアルだな、これ。リアル結構狙ってるよ、本当にやろうとしてるよ、これ。ヒアルロン酸おでこのね、注入ね、このシワできなくなる。シワできなくなるよ。質問、長すぎな。鼻ちっちゃくする前に器が小さい。ね、おめめくらいやってみたい。おめめが最近結構カジュアルですよね。口でできちゃうからね。口がなんかしてる気がする。ね、埋没とか。結構普通にさらっとやってね。なんか昔よりハードル下がりましたよね。ねえ、本当に昔だって前ボツやった時でもすごいいじって言われてたんですけど、でも前ボツ、あ、そうなんだ、いいね、いくらってそんなに済んじゃうからね。カジュアルになってきてるよね。間違いない、ね、いい流れ、うん、いい流れなんだ。あらま、そろそろ1分前ですか。もうダラダラと1分前になっちゃったね。今日ダラダラしたな、本当に。来週じゃあ、たまには誰が整形するか決めるか。そう、誰が整形するか。これ整形してきてるかもしれない。整形ね、もうちょっと他もいじってるかもしれないからね。ダウンタイムで休むわ。ここでね、じゃあ次回のね、MC をね、練習を本当にないけど出勤する。整形用の全員グラサンでまた来る。見にかくねみたいな。はい、ででんででん。来週の MC をね、今見るの怖い、聞いたんで。どうぞオープンナウ。トゥルーズ、おジェンさんでございます。よいしょー。あ、これもしかして初めてだ。初めての。おクルーズジェンさん初めての MC。 やっぱ一人じゃ多いんじゃない。意気込みとか意気込み、いやもう絶対に絶対に盛り上げるんで。盛り上げる。はい、渡部さんでいきましょうか。ちょっと次は遅刻しないように。あしゃー。来週遅刻したら超楽しい。24時間明けだから。24時間明けなんで頑張ってください。24時間明けなんで楽しみに、来週も楽しみにしてください。ありがとうございます。よいしょ。